まるで時がゆっくり流れてるかのような山奥の大人の隠れ家カフェ、チーバくんの足のあたり、館山市にあるグラスビーをご紹介いたします。お店の扉を開けるとそこにはハーブの香りが漂う非日常的な空間が広がってます。そして今回は自家製のハーブティーと人気商品のババロアを頼みたいと思います。お待たせしました。まずはハーブティー。ハーブは自家栽培したものを使用しており、撮影時にはイノシシ被害であまり収穫できなかったとのこと。カモミールの甘い香りと少しの苦味、ミントの清涼感ある爽やかな香りが絶妙なバランスで入れられてます。そしてお店の名物メニュー、スパイスいっぱいのババロア。粗削りのカルダモンにシナモンやナツメグなど、その名の通りふんだんにスパイスが使われた一品。味はチャイに似ており、ひんやりプルプルな食感も一度食べたら虜になります。ぜひ行ってみてね。